河野。ごめんなさい。それって桜川丘地区の開発プロジェクト、市民交流センターの設計公募に応募するんだ。すごいでしょ。おのみさん、伊賀のサンプルお届け。うん、ありがとう。これ鮎川中心の若手4人のチームでやってるんだ。鮎川の初期コンセプト見ていけそうだなと思って。もしコンペに通ったら内装はクランベリーズさんにお願いするから。え、その時はよろしく。はい、一緒に仕事できるといいな。はい、なんか川名と飯行くなんて高校以来ですよね、二人で話す。あの時制服だったしな。懐かしい。先輩はすごいな、夢を実現させて。これ川名は絵の仕事に進んだから。高校の時一度だけ展覧会で入社したことあるんです。夢は叶うってあの時は信じてたけど、でも現実は厳しくて。まあ少しでも絵を活かせたらと思ってインテリアデザインの勉強中です。インテリアデザイン。久しぶり、鮎川くん。久しぶり。全く触れないのも不自然だから。俺大学3年の時事故に遭ったんだ。自転車に乗ってて車にぶつかって脊髄損傷、それで歩けなくなった。だけど建築士の夢は諦めたくなくて今の事務所に入って資格取ったんだ。俺は少しの段差でもさっきみたいに人の手を借りなきゃいけなかったりする。現場でもそういうことがよくあるから、それを嫌がる業者もいるし、ハンデはあるよ。だから桜川家のコンペ任されて嬉しかった。絶対成功させたいんだ。俺はしがみついていくよ、この仕事に。そうですね。川名、さっきのさ色の追加鍋さんにも連絡しといて。はい、電話しておきます。ありがとう。じゃあよろしく。はい、ちょっとすいません。うん、クランベリーズの川名です。あ、川名さん、俺渡辺。ごめん、今ちょっと鮎川が。お待ちください。すいません。戻れてね。はい。なんか脊髄を損傷してると感覚が麻痺してるから、その本人が気づかないうちに傷がひどくなって高熱を出すことがあるって。あいつ締め切り近いし相当無理してたんじゃないかな。鮎川なしで明日までにデザインパース仕上げるのは無理だから、パースなしで出そうと思う。選考対象にはならないかもしれないけど。失礼します。先輩、
します。鮎川さん、何してるんですか？書かなきゃならないんです。でも熱もまだ下がってないのに無茶ですよ。やらせてください。これがないとみんなの努力が無駄になるんです。でもとにかく今は安静が必要です。桜ヶ丘のコンペ任されて嬉しかった。絶対成功させたいんだ。私からもお願いします。お願いします、やらせてください。私も付き添います。無理はさせません。お願いします。先輩は高熱があるのに書き続けた。少しでも先輩の力になりたいと思った。できないかもしれないけど、なんて無理ですよね。私がなって台無しになったら。俺見に行ったよ、展覧会。体育館と桜の絵。今でもはっきり思い出せる。カワナが乗って台無しなんかなりこない。俺カワナの絵好きだった。絵を描いてるの見るのは高校以来。え、見てたんですか？川名、桜の木の下でいつも絵描いてたからな。あの絵本当は何？やっぱり内緒です。先輩と過ごすこの時間はとても愛おしかった。時を忘れて書き続けた。先輩の思いに色をつけていくようで嬉しかった。